とうございます。おはようございます。ちゃんたくさんありがとう。ゆきさんありがとう。ちむけんさんありがとう。さかなりのたむらむらさんありがとう。おはようございます。天使のアニングさん、ひらたくさん、なおなおさん、ありがとう。夜配信待ってからずっと起きてた。なんで？おはようございます。パンジロモンスターさん、つばゆすきさん、ありがとう。一応寝れた？はい、寝ました。朝配信が楽しみで寝れなかった。眠たくない。全然ちょっとリップ見なきゃ。ちょっとリップ楽しかった。今日のストリップ楽しみです。見てください。ぜひ西からある。ありがとう。おはよう。おはようございます。キョンシーさん、プーチンさん、キョウちゃんさん、ダルダダムダさん、ありがとうございます。今日は4月9日か。だよ。ジュニアさん、ダダダダムさん、ありがとう。在宅勤務なので朝ゆっくりできます。あ、テレワークですか。テレワーク。ストリップ忘れないようにアラームかけました。すごいテレおもろい。テレワークはよー。テレワークはサボりとの戦い。いや、思う。ちょっとみんなすごい家でちゃんとやってるなんて。最近のテレエピソード。テレエピソード、テレ、はよ、なんだろう。ショールームもテレワーク。そうや。ウェブの会議室とかチャットがずっとつながってるから触れない。すんごー。いちご大福さん、ターさんさん、ありがとう。すんご。マムルさん、ありがとう。入社式ウェブ、マジ。はや。
何過ごしてたっけ今。私の最近のテレたエピソードは、友達と話してるときに、なんかダイエットみたいな話をしてて、断食のことを断食って言ったこと。おはよう。恥ずかしかったです。いつも間違えるんですよね。ショールームでも多分何回か間違えとる。絶対アモズさん、マサさん、ありがとう。次は月決め、そうなちえちゃんと一緒にいてありがとうございます。美月今村美月、ずっと月曲って呼んでた。私月際って呼んでた。早く道に会ってテレワクワクしたい。一本上手、はよう。意外と以外の使い方を間違う人も多い。間違うっていうか文章上でってことでしょ。それは気をつけてる。トゥ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 すごいとすごく、すごいとすごくの使い分けじゃないけど、だよ。チャータムさんありがとう。トゥルルルルルトゥルトゥルトゥ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 ポーン。はよう。はまった。そろそろ湿気が多くなってくるからネックが反らないように気をつけて。お、ギターしたいな。ずっとずの使い方間違える。あー、チャータムさんにキカデさんありがとう。芸能人でミツキという人がいたらミズキじゃなくてミツキと呼んでしまう。でも結構ミズキ派が多いんですよね。派っていうのかな、ミズキっていう読む人の方が多い。
じゃないか。次は初めて見ました。ね、なんかさ、何て言ったらいいんだろう、なんかお名前ハンコみたいなとか、なんか刺繍、お名前刺繍入りハンカチみたいなさ、たまにあったりするじゃないですか。なんかキャラクター屋さんとかにそのキャラクターが乗ってるハンコみたいなのが置いてあって、ちっちゃい子よって言っていいのか分かんないけど、なんか丸文字で名前が書かれとるみたいなやつさ、だいたい水木しかなくてさ、美月にあんまり出会ったことない。一回あるかもしれない。珍しい名前でもないんけどね、多分濁点入ってないから柔らかい印象ある。それな、美月よく間違えられる。でも美月が本名だと思ってた。そうですよ、美月はミドルネーム今村美千代美月です。満月で美月って名前の同級生はいたよ。それいいね、かっこよくない？満月、今村満月、今村美月です。滝のゆみりんゆみこってかな。そうそうそう、キャストリップ上ね、ありがとう。見てみよう。あの西口アナっていう方がいらっしゃるんですよ。あの虹色瀬戸リップで最近一緒に旅をしてくださるあの女性アナウンサーさんがいらっしゃるんですけど、そう、この前、私が一個前に出たセトリップは、今年だったんじゃけど、宮城さんで、そう。で、自分が多分その宮脇さんと、あれ年末だったね。あれ年末か。ん？年末になったっけ？え、年末だったっけ。でも1月の開運ロケだったのね。年末だったか。なんか本当は多分2020年始まって放送する予定やったけど、ちょっとなんか早まったみたいな感じだった。宮島行ったやつ、そうそうそう、それが結構もう宮脇さんと行くストリップの終盤らへんで、多分今日も元気に頑張ってきます。から元気
でそうストリップのアナウンサーさんが女性アナウンサーさんになって初めて私はロケに行ったんですよこの前ね。そしたら西口アナウンサーさんにお会いしてこんにちはってよろしくお願いしますって言う時になんか一番なんか何したんやろ一番お顔がタイプなんですみたいに言われて嬉しかった。めっとってもお話ししやすかった。ゆきかぜさんありがとうイエーイ。なんかさお顔がタイプってさ言われるのってさ本当に可愛いみたいなをさっと言われるよりさなんか顔のタイプって人それぞれじゃないですか。ちょっとなんか信憑性があるじゃないけどそうそうそうあ同じこと言ってるね。そうそうそうなんかめっちゃ可愛いって言われるより信じられるというかすんとありがとうございますって言えるから嬉しかった。そうねなんだかんだ言って顔褒められるのが一番嬉しい。あー確かに、顔超タイプっす。ほんとくふふ。まあタイプは人それぞれですからね。そうそうそうあんまり使わないよね。はよかももちろんだけど雰囲気が好き。イエイ。容姿とか服とか褒められるより嬉しいのはやっぱり顔を褒められること。容姿と顔と何が違う。体ってこと。未知のタイプのメンバーって誰？私でもね オールラウンダーなんですよね。身長高いねとか細いねとか頭の骨格美しい。すごいよく言われる。メイクさんにも言われた。すごい。なんでわかるんですか？でも一番好きな顔はふーちゃんかな。ラブしたふーちゃんが好き。リリーのことあれなんだってよ。いや、みんな可愛くない。だってみんな可愛いけん本当にみんな好きだしみんな可愛いって思いながら見よるけど。なおくんさんありがとう。でも街のタイプは好み。そう指原さんが初期の頃道の顔が一番タイプと言ってたような記憶が。そうなんですよ。嬉しいことに48グループってね。ドーグラスさんお誕生日おめでとうございます。すごよっ。よいしょ。ドーグラスさんおめでとう。おめでとうございます。おめでとう。うは
ドグラス。はいよー。うわ、レンさんとかまるさん、ありがとう。はいよ。ビーリーマンさん、ありがとう。いつも何時に起きてるの？ギリギリ。涙が出てきちゃった。なんか前髪がシャギシャギなんですよね。ストッパーかけてるからかな。コーヒーは目覚めてから1時間後で効果あります。そうなん。前髪数えたら17本だった。アイドルさんみたい。いくらとかの数数えてるアイドルさん。配信ありがとう。ありがとう。ありがとうね。仮眠前にコーヒーを飲むといいって聞くよね。そうなん。夜コーヒー飲んで寝たら朝しゃっきり起きれるかな。でも歯が白くなりたいからさ、あんまり色がついた飲み物が飲みたくないんですよね。ホワイトニング行ってないの？行ってない。平たくさんありがとう。ホワイトニングでもすることにしたって。なんか前もしてた時あったけど、どっか行っちゃってごめんなさい。先上島のカズさん、ゆきかぜさん、ありがとうございます。なんか自分の肌はなんか薄いらしくて、皮膚が薄いらしいんですよ。そう、なんか厚いか薄いかみたいな。薄いってことは言おう。薄いらしいから
なんか薄いと透明感が出るんですって。出るというから、言うから 出るというか、ある？薄いから、それはすごくいいことよ、うらやましいことよってメイクさんが言ってくださったんで、ちょっともうちょっとそれに特化してね、歯も白くして、肌も美白して、透明感増し増しでいきたいと思います。特化ってワード好き、にゃんで小学生の時はね、本当に動物の森みたいな生活をリアルでしてたから、エムケンさんありがとう。めっちゃ真っ黒だった。もうね、なんて表したらいいのかわかんない、皆さんが思ってるより真っ黒。ちょうどズボンがあったんですけど、これぐらい黒かった、自分が。そう、パオシさんありがとう。化石掘るのは大変。そうそうそう、絶対嘘。え、本当に見てほしい、あるんですよね写真。でもどこにあるかわからん。いや、ほんまに茶色くて、モンシロチョウ取ったり、モンキチョウ取ったり、カマキリ取ったり、そうそうそう、潜って魚取ったりは 3DS や、飛び出せや。カマキリ持ってるのは強い。それな、もう持ってん。ちっちゃい時はすごかったなって思いました。えらい旅ストリームで最後本当にもう年がら年中外三昧って感じ。外にずっと行ったな。春はローラーシューズ、夏は虫捕り、秋はローラーシューズ、冬は雪合戦みたいな感じの小学校生活だったので、今年の春はローラーシューズ好きだった。スイカさんありがとう。鎌倉作ったりね、冬。ほとんど土を踏んでない生活。土はね、なかったですね。でも校庭で遊んだりもしてたから、土踏んどった。おはよう。イメージ通りで安心した。本当？自分あれができん、あれ。運転？って言うんだっけ、これ。ダンスみたい。
これ全く進めん。一輪車乗れないかも。運転ほんまに苦手。腕の力がもう皆無なんですよね。バカンバカン行きたかったけどね。カナティ。早っ。ターザンもできない？ターザンしたい。やられんよ。その様子だと逆上がりもできなそう。逆上がりはできますよ。どっちとキックベース？キックベースやりたい。キックベース超やりたい。縄跳びできる。回転するだけだってできるんですか？じゃあ今のあなたにできるんですか？私は多分もう逆上がりできない。分からんけど、もう逆上がりのコツを忘れた。今絶望ない。そういう意味じゃないでしょ。違うじゃん。逆上がった記憶がない。逆上がりは気合い？いや多分できんと思う。自分はもう今お腹出てるから 意外と逆上がりは未だにできる。本当？でも一回あれないと無理かも。これ、ここ坂、ここが鉄棒だとする。これトトトトトってやるやつ。そう、一回あれがあったらコツが戻ってくるかもしれん。鉄棒はね、あの遊びが好きだった。もう足と手でぶら下がって丸焼きみたいになる遊び。そう、あれ楽しい。 あの体勢で回転できる。え、あれで？無理でしょ。怖すぎるでしょ。でもなんかあったよね、片方の足をさ、かけてさ、回るみたいな。ようやってましたよね。飛び箱なんだ。何段までやったっけ？78までやってた記憶。でもちっちゃい時覚えてないけど、小学生の時かもしれん。小学生の78って高校生でもし跳び箱やるとした時の5段ぐらい、ちっちゃく作られてるから。小学生の
人になると損害になっちゃう。イメージ通り運動神経良くていじれない。運動神経いいのかな。下手ですけどね、運動は下手やけどそれなりにできるじゃん。できちゃう。飛び箱はぶつかります。そんなことないよ、そんなことないよ。そうそうそう、センス。はい。それでは壇上を読んでいきたいと思います。13位チョビさん、12位天然ガラスさん、11位リョウスケさん、10位アルタイルさん、9位ナノさん、8位ソウさん、7位マサジさん、6位アモズさん、5位ダダダダムドさん、4位ツーモさん、3位キョンシーさん、2位ユキさん、そして1位はルルルルンジャン、坪井ユウスケさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はルルルルルンジャン、ストーリバーさん。ラッキーシティ、ありがとうございます。それでは今日も一日お仕事、学校、勉強、部活、バイト頑張っていきましょう。今日も一日ファイトラブ、せーの、エリエリ、うおーうおー、ありがとうございました。それではまたねー、バイバイ。